アルプス山脈を代表する工法の一つ、マッターホルンは4方向から氷河に削られて生まれた、氷食戦法とは、氷河の侵食作用によってできた、尖った地形のこと、ホルンとも言われる。山頂部が鋭く尖ったピラミッド型の岩峰を指し、鉱山で見られる。氷河により谷が削られてできた建国が、複数方向から山を削ってできる。 米国の地理学者であるウィリアム・モーリス・リビスの地形の新植林根では壮年期に分類される産地で見られる。遠方からでも判別できる地形であるため、登山者にとっては良い目印となるが、登頂する場合の難易度は高い。山体に近接する氷河は湾の底のような形状のカールを形成する。氷河が流下し回転しながら、中央から末端では誘拐凍結により、 底部を削り、側壁付近では加工する動きによって引き離され、底部の岩盤の剥ぎ取りや、破砕作用が働き、半球状のカールが作られる。カールの成長すると挟まれた側壁や稜線が鋭く、切り立つようになる。三つ以上のカールが取り囲むと、標色戦法となり、氷河地域ではよく見られる形状である。複数面で囲まれた長部は、面に対応するカールがあったことを示すもので、 3、4のカールによるホーンが多い。EN、サーク、ありがとうございます。